貴族たる私。
間もなく女神最短の儀が始まりますな。我々も推測に従って動きますか。ええ、そうね。先生、自信のほどはいかが。半反論ですか。私、五分五分だと思ったことが成功したためしないんですけど。先生に自信があろうがなかろうが、敵は予定通りに動くだけでしょうよ。君たち、緊張感が足りないようだが、間もなく女神最短の儀が行われるのだぞ。我々が女神の塔に入っている間、警備が薄くなりそうな場所を特に警戒してくれ。先生、聞いてくださいます？お兄様ったらひどいのです。心配だからお前は棺の中にでも隠れていたらどうかなんておっしゃいますのよ。それは冗談だと言っただろう、フレン。お前は私の後ろにずっといなさい。君は教師としてしっかり生徒を指揮するように。以上だ。皆さん、失礼いたします。儀式の後でまたお会いしましょうね。棺の中とは面白いことを言いますな。実に面白い。先生、早く身を隠して、聖廟へ降りる階段を見張りましょう。推測通りに敵が入り込んだら、退路を断って一人残らず捕らえてやるわ。私たちの推測は当たっていたようね。招かれざる客が入り込んでいるわ。もう中央の奴どもに気づかれたか。わしが棺の封印を解くまで時を稼げ。はは。敵の狙いは奥にあるセイロスの棺ね。遺骨でも奪おうというのかしら。棺を開けられる前にさっさと敵を一掃してしまいたいところだけど。よく見て、床の一部に仕掛けがあるみたい。敵の武器に注意して、優位な場所で戦えるように進んでいきましょう。我が名はフェルディナント・フォン・エーギル。
焦らず戦おう。先生、奇襲有利を思います。身も心行きますか。できないな。少しひらめいたことがある。空気苦手だ。おい、支援感謝します。おっしゃ、行くぜ。舞台に上がるより緊張するわね。引きこもっていたい人生だったのに。私の力見せてあげる。死神騎士よ、お主は強いのだろう。奴らを蹴散らしてきてくれ。貴様らの指図を受ける。打弱な者の相手など退屈なだけ。あれは強敵ね。避けましょう。戦わなくて済むならその方がいいわ。
上がりました。私に挑んだのが間違いだったな。大事をな。情けない。
がまだ到着しないのか。奴らの背後をついてくれれば挟み撃ちにできるのだが。敵ではない。
ってよ。仕方がないわね。私が相手よ。おお、これもまた一興か。やの力見せてあげる。仕方がないわね。我が名はフェルディナント・フォン・エーギル。にとっては当然の成長だ。戦いの空気苦手だ。そう、いい働きね。舞台に上がるより緊張するわね。先生、奇襲有利思います。おっしゃ、行くぜ。焦らず戦おう。これで決める。この経験は糧になる。見せました。
の精霊、加護感謝します。あら、やるじゃない。するだけで。シグにかけるに足りませんね。未だ見
封印は間もなく解けよう。導いてみせる。はあ、これでいいかな。この体に手遅れよ。封印はすでに解かれた。お主らなどな、この剣は、侵入者はここか。って、あれ、まあ大体片付いてんな。物ども、生き残ってる侵入者ども残らず踏んじばれ。はっ、さて、あなた方が犯した重大な背信行為について大司教より沙汰がある。王国領主の先導大修道院への侵入、大司教の暗殺未遂、聖廟の襲撃、余罪を調べるまでもないな、西方教会の皆さん。な、我々は西方教会などと関わりは。すでにあなた方の身元は割れている。見えすいた芝居はやめていただこうか。神聖なる儀式を汚したことは聖職にある者にとって万死に値します。もはや根性に救いの道はありません。潔くその命をもって罪をあがなうのです。聞いていた計画とは違った。我々は騙されたのだ。何をブツブツ言っている。どう言い訳しても罪は変わらん。あなた方の魂がつつがなく主の身元へ帰らんこと。やめろ。我々を処刑するなど主がお許しになるはずがない。メギツネめ、こうやって幾人もの同胞を殺してきたのを知っているのだぞ。戦技は以上です。彼らを連れて行きなさい。というわけよ。暗殺計画も聖廟の襲撃も全て西方教会の仕業だったようね。襲撃を指揮していた仮面の騎士は姿を消し、足取りもつかめなかったらしいわ。セイロス聖教会も一枚岩ではないということなのでしょうな。西方教会の司教はガルグマク主導で進む教団の運営に常から否定的だったようです。今回の件は憎き大司教を消し中央教会の権威失墜をも狙った策だったわけですか。そういえば先生は教会には一切近寄らずに育ったってジェラルト殿が言っていたわね。
セイロス正教会は効率よく布教するためいくつかの教会に分かれて活動しているの。中央教会は教団の運営を主導する最も大きな教会で、本部はここガルグマクにある。西方教会はロナート教が反乱を起こしたガスパール城よりはるか西、王国一と称される城塞都市アリアンロットを越えた先に本部を置いていますな。ともかく騎士団は西方教会上層部の討伐に乗り出すみたいね。私たちにも任務の手伝いをする機会があるかもしれないわ。しかしフォドラに生まれながらセイロス教と関わらずにいる者など数えるほどもいないと思っておりましたが、先生は実に風変わりなお方ですな。そんな人に生徒を指導させる大司教殿も変わっているわ。何か思惑があるのかしら。レア様か、怖え人だよな。一人残らず処刑なんてさすがに厳しすぎねえか。ああ、私も何かやらかしたら厳しい罰を受けちゃうんでしょうか。先生は大司教様のやり方が正しいと思います？ここにいたか。先生、大司教から話があるそうだ。来てくれ。大司教は生き延びたようだな。西方教会の豚どもになど元より期待はしておらなんだが。こうよ、秘宝と朗報がある。秘宝はセイロスの遺骸だ。棺にはそのようなもの何も入ってはいなかった。朗報はその代わりにあるものが棺に入っていた。あの天帝の剣だ。おお、あの盗賊が。いや、解放王の剣か。盗賊、まあよい。手にしたのは新任の教師だ。やはりと言うべきか。天帝の剣からは紋章石が外されていた。うん、そうであろうな。剣と石二つを一つところに保管するなどはありえない。だがその教師、天帝の剣の力を使ってみせたぞ。紋章石のない剣は赤き輝きを放った。あれは紋章の適合反応と見て間違いない。なんだと？紋章石のない遺産を使えるはずが。いや、そもそも解放王の血筋はそのようなわけが。しばらく泳がせておくぞ。あの教師については情報が足りぬ。それより貴様に頼まれていた剣だが、死神を貸そう。うまく使え。なるほど、あやつか。よかろう、楽しみにしておくぞ。聖廟への侵入者を撃退し天帝の剣を守ってくれたこと、感謝の念に耐えません。その天帝の剣は英雄の遺産の一つであり、教団の所蔵品の中でも最も貴重な品です。ですが同時に恐ろしい武器でもあります。その剣はあなたに預けます。ただし使い方を誤らぬように。大司教、お待ちください。天帝の剣をこの者に託すとおっしゃるのですか？この者がたまたま剣を扱えたからとて、そうやすやすと預けていいものではないはずです。またネメシスのようなものが現れれば、大地は再び戦火に覆われるのですぞ。解放王ネメシス、千年以上前に
聖者セイロスによって撃たれた人間の王だ。かつてフォドラが邪神に襲われた際、主はネメシスに天帝の剣を授けたという。ネメシスはその剣で邪神を退け、フォドラを救って解放王とあだ名されたのだ。しかしその後は力に溺れていき、ついには自ら邪に染まって聖者に撃たれた。大司教、どうかお考え直しください。この者の資質をもう少し見極めてから。いいえ、私は確信しているのです。この者ならば邪に染まることはないと。ネメシスの死後、誰一人として使うことのあたわなかった天帝の剣、長きにわたって封印されていたその剣を正しく使ってみせたのですから。わかりました。大司教がそう仰せならば、そういうことだ。大司教の信頼を裏切ることのないように。天帝の剣、解放王か。何やらわからぬ話ばかりじゃな。わしにはあのレアというものの考えがさっぱり読めぬ。なぜ最も貴重な品というその剣をお主などにホイホイと託せるのじゃ。本当にお主は選ばれたのか。何やら得体の知れぬ企みに巻き込まれているのかもしれぬな。それに気がかりは他にもある。前に見た英雄の遺産と天帝の剣にはどうにも気になる差があるではないか。その何という名じゃったかな、か そうじゃ、そやつが見せてくれた雷帝と違って天帝の剣にはぽっかりと開いた穴がある。明らかに何かが足りておらぬのじゃ。わしは分からぬことが恐ろしい。じゃがお主のことは信じておる。お主ならば何があろうと道を切り開いて行ける。そうじゃろ。白雲の章、水雨の説、国風の塔。生い茂った草木を濡らす雨は、時に烈風をまとい、時に霹靂とともに降り注ぐ。雲間から差す陽光に照らされた水雨は、フォドラの大地を潤す恵みとなり、自然の厳しさを教える災いともなる。そして雨の通り過ぎた後には美しい虹がかかる。あなたに依頼したいことがあります。生徒たちと共に王国領へ赴き、ある族を征討してもらいたいのです。彼らはファーガス貴族のゴーティエ家から英雄の遺産、破裂の槍を盗み出した。頭目の名はマイクロン。拝借されたゴーティエ家の子息らしい。これは遺産絡みの問題。一領主の力で解決できる問題の範疇を超えているからだ。英雄の遺産は人の手に余る強力な武器、相応の戦力を持って臨まねばならない。だが今
西方教会の廃教者どもを粛清すべく、騎士団の主戦力は修道院を離れている。だからこそ英雄の遺産に対抗しうる武器、天帝の剣を得た君が適任と考えた。天帝の剣は遺産の中でも群を抜いて強力な武具、心配は無用だと思いますが、生徒たちにも危険が及ばぬよう大修道院切っての手だれを同行させましょう。改めて言っておくが、その剣を持つにふさわしい振る舞いを心がけてくれ。それとハンネマンさんが君を探していたはずだ。後で尋ねるといい。以上だ。先生、先ほど今節の課題について聞いたわ。族が持つという英雄の遺産は厄介だけれど、先生がいればそれも抑えられる。何しろ解放王ネメシスが振るったという天帝の剣があるのだから。剣の力が伝承の通りなら、族どころか一国の軍勢にさえ対抗できるかもしれない。たとえ帝国の精鋭が相手でも、あるいはセイロス騎士団が相手でも。ただの例え話よ。それにあなたの力は天帝の剣によるものだけではないわ。あなたはあなた自身が思っているよりもずっと強く、そして恐ろしい。先生、大修道院を出ても私の死でいてくれる？いえ、気にしないでちょうだい。今口にすべきことではなかったわ。その采配と剣の力で目の前の課題を片付けましょう、先生。いやー、よく来てくれたな先生。話は聞いたよ。天帝の剣の力を使ったと聞いたぞ。それで君の紋章の正体が確定したのだ。我が輩は君の紋章を目にしてはいたが、当初それが何なのかわからなかった。やがて我が輩はふと気づいた。見えているのは全体の一部に過ぎないのではないかとね。すなわち君の紋章は大きすぎて通常の器具では観測しきれなかったのだ。そうと気づいた我が輩は適合しうる紋章を調べに調べ、一応の仮説を立てるに至った。だがどうしても確信が持てず、これと結論付けた紋章が異質すぎたのだよ。解放王ネメシスより千年以上世に出ず途絶えたとも思われていた紋章、炎の紋章、それが君の力の正体だ。君が天帝の剣を使えたことで我が輩の仮説は真実であると証明された。高級の時を経て蘇った伝説の力、君がその力を宿していることにもはや疑問の余地はないようだ。なんじゃろ、お化けなどいてたまるものか。なんじゃその目は。わしはお化けなどではないわ。誰？先生、こんな時間にどうしたの？声、何かしらね。私が寝言でも言っていたのかしら。まあそれを問う時点で聞こえてしまったのでしょう。
そうよ、昔からうなされることがあるの。つまらない悪夢を見るせいね。まったく腹立たしいわ。昔の夢よ、私がまだ私でなかった頃のつまらない夢。そう言うと思った。いいわ、誰にも言わないと約束できるなら。だけれどありがとう。動かなくなった兄、助けを求める姉、理解できない言葉を話す妹、私の家族が壊れてゆく夢、暗い闇の底で光が差すのを待つ夢。私には10人の兄弟姉妹がいたの。上に8人、下に2人よ。なぜ私が唯一の皇位継承者になったのかわかるかしら。私の兄弟姉妹は皆死んだり、病に伏せったり、正気を失ったり、私以外に皇位を継げる者がいなくなってしまったからよ。不幸が続いたの。そして私だけが生き残った。いつまでも忘れるなと悪夢が私に言うの。さらなる不幸を許すなと。アドラステア帝国を追って立つ者は今もこれからも私だけ。私のこの両肩には帝国の全てがかかっている。こんな夜だからかしらね、余計なことをペラペラと話してしまったわ。この話は誰にもしたことがないの。秘密にして。おやすみなさい。お礼を言うわ。ペトラさんっていいよな。怒鳴らないし、悪口も言わないし。もしかして私のことも友達だと思ってくれてたり。あ、ペトラさんだ。ちょっと話しかけてみよっと。あ、ベルナデッタですか。何か私用事ありますか。なぜベルだと。背中に目でもあるんですかいな。目、顔の上二つです。背中ないです。背後気配感じます、あなた。あ、そう、気配じゃなかった。聞きたいことがあって。私たち仲良くなれるかもっていうか、そのペトラさんが私のことどう思ってるかなって。友達というか、なんというか。あなたどう思うですか。まるで獲物のようです。え、獲物。はい、あなた狩りの獲物似ています。草陰のウサギのごとしです。いつも敵探し、察知する、逃げ出す即座、逃げ足早いです。私、弓矢持つとき間違ってあなた狩らない、注意しています。注意してくれてるんだね。気配、動き、似ています。違い背丈のみ、難しいです。難しいんだ。つまりいつかは私狩られちゃうってこと。いいえ、心配無用です。いや、いる瞬間私外せます。
あなた動かなければ、いや、頬かすめて飛び去るです。ほっぺかすめてる時点で問題でしょう。なぜ、なぜなの？ベルが何をしたって言うの？許して。何もしていません。しかし許す構いません。ベルナデッタ去りました。消せません。